これからどこ行くんですか？これから大崎に行きます。今日の高橋アイラブは一体何ですか？はい、今日は体験をしに行きます。なんかね、香りが作るんですかね、うん、皆さんもご存知ですよね、この大崎というブランド。スキンケアだったりとかヘアケアだったりとかコスメも出してるブランドなんですけど、香りが良くてうちでも愛用しているブランドさんがイベントやってるので、近づいてくるのやめてもらっていいですか、うん、もうちょっと離れて、うん、そんな大崎さんに、そんな大崎さんお疲れした。そんな大崎に行きたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。こちらですね、過去ではお家の香りを調合していただくスペースになっていますので、ご自身でお好みの香りを今ご用意している12種類ですね、ご用意していますが、こちらは5種類をご用意していただきまして、はい、調合をしていただくようなスペースになっております。本日作っていただいた香りは過去のコンセプトでもある家紋のように香りを身についていただきたいと思います。シリアルナンバーにて管理させていただいて、こちらはリピート購入ができるようになっていますので、同じ職場でもご利用いただけます。まず1番から3番、1番に左手側ですね、3種類の精油ですね。トップノートと呼ばれるグループでして、じゃあ見てお取りいただいて香り香ってみてください。先端に精油がついておりますので、香りの揮発が早いので第一印象になるような香りと呼ばれているオレンジ。このグループの精油を多く入れた香りは爽やかな印象になりやすいです、ね、なので結構こう軽やかな感じにしたいとか、リビングの香りとかでしたら特の方が多くてもいいです。次に4番から6番ですね、トップヒルノートと言いまして、パーム系の精油が多いのが特徴で、香りの主軸となるグループです。トップノートの次に変わってくる、そうこんな、そうですね、うん、結構スッキリ系の香りが多いので、うん、この配合バランスで結構香りの印象が変わったりもします、うんうん、次にミドルベースノートですね、7番から9番の香り、はい、こちらはフローラル系の香りが多く華やかではあるんですが、先ほどのホットミドルノートよりもさらに存在感が強いので、入れすぎてしまうと結構他の香りが分からなくなってしまう方とかも多いので、うん、よほど好きな香りでなければ最後にちょっと調節するぐらいの方が調合はしやすいと思います。最後にベースノートですね、10番から12番までの精油です。樹木だったり樹脂から取られる香りも多いので、個性的な香りも多いグループではあるんですけれども、こちら入れていただくことでトップロックの香りを保留してくれたりですとか、奥行きを出してくれるようなグループですので、こちらも一滴でも入れていただくだけで豊かさというか、も出るので、そうしましたら実際に本日ブレンドに使用する精油を選びいただくんですけれども、今回ベースノートとミドルベースノートを組み合わせてまずは香ってみてください。そこでこっちのいい香りの組み合わせが見つかりましたら、いやベースノートだからサイドの2つだよ、ここですね、聞いてないミドルベースノートとベースノート心地よくてもどっちかが強いなと思ったら引き下げていただくと、お花に近い方の香りが立つので、ちょっとこちら側の香りが弱まると思います。これに組み合わせていただくなら、うん、ぜひ3種類目に特技だと思います。ぜひ食感を大事に決めていただくとよろしいですか。はい、決定、はい、そうしましたらフロートに、あのトップノート決まってます、はい、あ、はい、組み合わせた時どうですか。やっぱりトップが立つんですね。そうですね、こんな感じで、はい、うん、お決まりになりました。はい、お花の前をこちら側からこう通していただくと、時間経過 で時間経過でどう変化するかが、さーっと通していただくと香りの抜け方が分かります。でそこでもし心地いいけど強いなっていう香りがあれば、ブレンドの比率の時に少なめにしたりとか、立てたいところを高くしたりで、うん、そうですね、一定したら合的だもんね。そうですね、少なくできる、ここはちょっと弱くていいかな、うんうん、それに合わせた、ここは4番、7と8が一緒です。選ばれてる香りが似てます。本当だ、7と8が違うわけで、でもその1種類の違いだったりブレンドの比率の違いで全然違う香りができるので、4
まずはベースノートから一滴ずつお選びいただいた精油をグラスの中に垂らしていただきます。口に沿わすように出していただくと、無駄に食べることとかもなくお洋服を汚すリスクが減るので、その一滴がブレンドの目安となるので、全体に空気と精油の層ができちゃってないかとか、振り落としたりしないかとか。見せていただきながら、せっかく1滴同じ量を出していただくと。1滴。はい。とりあえず1滴。はぁ、あ。もう香りは。続いて、4分を入れます。1滴、勝手に垂れる感じがありますので、もう、香りが。ゆっくりじゃなくなるの。5滴まで入れるんでしたっけ。入れていただいていいんですけど、早い方だと1対1で終わる方もいる。どうしようじゃあ。6滴入れちゃった。え？グラス変えましょうか。はい。やり直しね。本当にすみません。全然大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫そうです。決まりました。変わってもいいですか。あ、どうぞ。もう最高です。すごいいい匂い。いいですよね。ね、すごい。なんか1がもう1個だけあってもいいかな。でももう5滴入れちゃった。え、丸つけてない。入れてるよ。ほら。1じゃん。1なんとか入った。一滴。うん。だからもう1滴ぐらいいてもいいなと思って。あ、ごめんなさい。トータルでじゃなくて1種類につき5滴で大丈夫です。そうだよ。あ、さっきの前ですか。全部で5滴ってことじゃなくて。ではなくて。選択肢だいぶ話が違うね。全然話しすぎてないじゃん。1種類の精油につき5滴まで。そう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 。柑橘系をもう1本。そうね。2滴と3滴にすると1滴と2滴の比率が変わるので、すごい、うん、あ、いいじゃん。好き好き、うん、気持ちがいい。これでいいかも。できた。できました。いい匂い、うん、すごいいい香り。全然違う。精油自体がブレンドされてるのが1対1とかの比率じゃないので、うん、少し変えるだけでもガラッと雰囲気が、うん、すごいいい、いい香りができました。どうですか、香り作ると、うん、楽しいです。楽しい、うん、私が言ったのは1番が2滴で、4番と8番が1滴ずつで、12番が2滴入れました。すごい爽やかな香りですね、うん、これが強い感じがした。確かにラベンダー強いですね。だからこれは絶対1滴にしようと思ってて、うん、まあ、ここももう1滴入れていいかなと思ったんですけど、うん、入れなくても素敵な香りだと思って、うん、それにしました。こんな感じになりました。すみません。まあ、全く同じ比率じゃなくなる場合があるので、このような感じで一滴ずつお試しいただきます。いい匂いになった。いいじゃん。はい、じゃあどうぞ。このさっきのパッケージした。本当？香り足せますよ、まだ。すいません。全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、これになりました。少しお時間いただいているので、店内ご覧いただいてても、外出られても大丈夫です。うん、はい、というわけで今日まで少し待ちです。今塗ってるやつこれです。これ参加
成。こちらが完成しました。フルームフレグランスの方がちょっとより爽やかな香りは感じると思います。完成したルームフレグランス、はい、ちょっとじゃあ匂いを。すごいいい、爽やか。爽やか、うん、あ、柑橘の後ろになんかいる。いいね、ラベンダーかな。うん、それ入れてるからね、自分でラベンダー、うん、あのシャネの、うん、あ、すげえ、うん、あ、本当にでしょ。あ、これいい匂いだわ、うん、これ気持ちいいわ、うん、この寝室に持ってこいの香りになりました、うん、よかったです。